シンとの差は 1.7 秒。彼らは新品のインターミディエット、リカルドが後ろにいる。彼らは新品のインターミディエット、トップとの差は 6.9 秒。ドライとインターのどちらが速いか微妙な状況だ。タイヤはしばらく大丈夫だ。ただし高速コーナーでは気をつけろよ。ストップでミディアム。
全開でいけ。この作戦での残りはワンストップだぞ。
週間はグリップが得られるのか。
走り続けないように気をつけろ。ドライかインターか、どちらがベストか判断つか。お前の足元はそれほどくたびれていない。まだまだ使えるぞ。このまま使っていこう。後ろにセバスチャン、後続との差は 4.5 秒。彼らは新品のミディア。こちらから見た限り、タイヤに問題はなさそうだ。何か問題に気づいたら教えてくれ。
インした。
ップを叩き出したぞ。その調子だ。現在トップだ。先頭に立ってるぞ。後ろにセバスチャン。後続との差は 11.4 秒。彼らは新品のミディア。タイヤを大事にしよう。このタイヤで最後まで走るんだ。残り10ラップだ。チームメイトに対するアドバンテージは 13.1 秒。
感じないはずだ。今のところいい状態。
RS のデプロイメントを上げろ。充電した分を使うぞ。後ろのマシンがラップでコンマ5秒詰めてきてる。コンマ5秒だ。後方のマシンは燃料が少ない。無理せずそのままのペースで引き離せ。5分くらいで雨は弱まる見込みだ。あと5分で小雨になる。レース終盤だ。プレッシャーをかけて順位を上げろ。
を上げてこのエネルギーを使おう。トップに立ってるぞ。現在1位だ。ハミルトンが後ろにいる。彼らは中古のミディアン。ファイナルラップ、ファイナルラップだぞ。したことはないが、フロントウィングをぶつけたぞ。ファイナルラップ、ファイナルラップだぞ。ブレーキは最適温度だ。ブレーキは最適温度だ。見事だ。グランプリを制したぞ。